どうもじさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、感謝の戦友戦3日目ですかね、7月8日の金曜日となっております。はい、前編ですね、スタンダード戦ヘリオポリスとなっております。さてどうなることやら、じさまはいつも C に突撃します。はい、どうかな。今のところですね、水曜日から始まって水木と、4連勝しておりますね。このまま勝ちを伸ばすことができるのかという感じになっておりますけどもね。よいしょよいしょ。今日はですね、金曜日、会社のですね、なんていうの、取引先さんと少し接待してもらうような形でね、ご飯食べてきたんですけどね、若干酔っ払っておるというか、なんかごつぶっといごぼうの天ぷらいただいたんですけどもね、それが重くて重くて今ね吐きそうなんですよね。まあね、おとついは熱中症とかね、体調悪いのは続いてますけどね、社会人ってなかなか辛いですよね。さあ、そうこう言わずに頑張っていきましょう。まあね、熱中症の時ほどね辛くないんでね、多分このイベント終わったらトイレ行きますけど。こう酔っ払ってる時ってね、なんか視野が狭くなるかし、判断力が非常に悪くなりますよね。やっぱり飲酒運転があかんっていうのはそういうことですよね。お、もう拠点壊してる。すっげえ早い。3番の方さすがですね。バルカンバルカン、よしバルカン当たった。よいしょ。あ、うん、遅い。ちょ、どんどん突っ込んでますね。うん、なんか狙われてる。これ7番が大丈夫かな、戻れるかな。無理だ無理だ、死んでしまう。なんだこれ、エクシアかな。あ、エクシアか、くっそ。エクシアね、厳しい状況やと思いますけどもね、エクシアで活躍されてる方見るとすごいなって思いますよね。さあ、ここは8番を助けまし、8番をやっつけましょう。えい、ランチャーか。あ、しまった、あぶね。ちょっとパージ汚れましたね。判断力低いんかな。ブヨン。さあ、実際も狙ってますね。逃げましょう、こういう時は。よいしょよいしょ、当たった。ふう、うちはですね、バクーとヘビーアームズ、百式とバスターガンダムという感じでね、なかなかちょっと防御力に近いかな。うん、思うように動かんな。うん、かっこいいですね、赤いゼータガンダム。いいね、腕。よいしょ、狙われてるな、結構やばいな、死んじゃうかな。バズカ、おっしゃ、ええ感じに当たりましたね今のは。狙われ気味ですが、ちょっと与えれるかな。死んじゃうかしら。やっちゃった。ああ、だが綺麗に当てられましたね、上手だな。貴様もこんな風になりたいですね。よし、でもチーム体力は結構差が出てきてるんでね、このままゴリ押しできるんじゃないですかね。うん、みんな固まってちゃんと戦ってくれてる。しっと、よし、ナイス。
ダウンさせて、あれ今エクシア倒さんかったけど、シャ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 ー、いいね、10しかねえ、10しかねえ、やばい、これは狙われる、やばい、どうしよう、逃げるか、よし、あ、リペア使ってくれた、助かった、リペアってすごいな、やっぱあのランチャーは、なんだ、よし、味方がやっつけてくれましたね。うん、後半なんかヘイト高かったけど勝ててよかったですね。うん、これで5連勝ですよ、素晴らしい。いやーチームの人たち本当強いんですね。名乗り上げてくるぐらいだから、きっと自信ある人たちが多かったのだろうなと思いますけどもね。助かりました。はい、連勝どこまで伸びるかわからないですけども、それも楽しみですね。ということで成績どうかな、あんまし活躍してなかったような気がするというか、もう覚えてない。はい、チームの方ちょっと酔っ払っている状況で出撃してしまい申し訳ありませんでした。あ、2位か、うん、悪かないですね。はい、エクシアさんすごい強かったんで称賛しておきます、ありがとうございました。あ、しまった、ヘビアムズさんの方が良かったかな、拠点破壊してくださったんでね、がっつり潰してくれてるな。はい、可もなく不可もなくというような成績でしたね。まあうまいことチームバランス取れとったんじゃないでしょうか。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。